ナンバーアンダーラインアイの新曲 ,INZM がヤバすぎる。その魅力を徹底解説。三人の一体感が生み出す、圧倒的な存在感。ナンバーアンダーラインアイ i n z m のダンスの魅力。その振り付けに込められた意味とは、舞台の明かりが静かに落ち、観客の息を飲む瞬間、そこには一瞬の静寂が訪れる。しかし、 その静寂が破られるのはまさに次の瞬間、観客の期待と興奮が最高潮に達する瞬間である。この時、ステージに立つアーティストたちは何を感じ、何を思い、その瞬間をどのように迎えているのだろうか。彼らの心の内側には、どんな感情や思いが渦巻いているのだろうか。その中で、特に注目を浴びるのは n o インア i というグループである。彼らの新曲、INZM は、 ファンの間で大きな話題となり、その圧倒的なパフォーマンスが多くの人々の心をつかんだ。初めて INZM を聞いた時の衝撃は、まさに電撃が走ったようなものだった。リズム、歌詞、そして彼らのダンスすべてが一体となり、まるで一つの壮大な物語を語りかけてくるかのようであった。その物語は、ただ楽しませるだけでなく、聴く者の,の心の奥深くに訴えかける力を持っていた。 彼らの歌詞の中で特に印象的だったのは、日々精進症したいと思ったことない過去という一節である。これは、彼らが過去にどんな困難や挑戦を経験してきたとしても、それらを消し去るのではなく、それを乗り越えた自分たちを誇りに思っているというメッセージを込めているのだろう。これが彼らの強さの源であり、ファンが彼らに対して感じる敬意の理由でもある。彼らは、ただのアーティストではなく、 一人一人の人生の歩みを共にする存在であり、その姿勢がファンを魅了してやまない。また、ステージ上での彼らのパフォーマンスは、ただ歌を歌い、踊るだけではない。その一瞬一瞬が、まるで生きたアート作品のようであり、その動き一つ一つに込められた意味が伝わってくる。例えば、彼らが、三人で肩組んだ努力の成果というフレーズを歌うとき、その歌詞に込められた意味が体現されるように、 3人が1つのユニットとして絶妙なバランスを保ちながら動くシーンは、見る者に強烈な印象を残す。彼らの一体感と、その背後にある膨大な努力と練習量を感じ取ることができるのだ。ステージの裏側で、彼らがどれだけの努力を積み重ねてきたかを知ることはできない。しかし、その努力の成果は、ステージ上でのパフォーマンスを通じて明確に感じ取ることができる。それはまさに、 観客に感動を与えるための準備期間としての舞台裏が存在するからこそ、ステージ上での輝きが一層際立つのである。ファンは彼らのパフォーマンスを目の当たりにするたびに、彼らがどれだけ真剣に自分たちのアートに向き合っているかを痛感する。その一方で、彼らのパフォーマンスには、一見すると軽やかで楽しげな一面もある。特に、ファンとのインタラクションや、彼らの自然体での笑顔は、 見る者に安心感を与える。これは彼らがただ単にプロフェッショナルであるだけでなく、人間味あふれる存在であることを証明している。彼らのステージは、常に新しい驚きと感動をもたらし、観客を飽きさせることがない。それは彼らが常に進化し続けているからこそ可能なことであり、その進化の背後には、ファンとの深い絆が存在する。INZM という楽曲は、 そのタイトルからしても強烈な印象を与えるが、その中に込められたメッセージはさらに深い。それは、ただの音楽ではなく、彼らがどのように世界を見ているのか、どのように感じているのかを伝える手段である。そして、そのメッセージを理解するためには、彼らの過去の作品や、彼らがどのように成長してきたのかを知ることが重要である。彼らの楽曲には、常に進化と挑戦があり、 それが彼らの音楽を特別なもののにしているその進化の過程で彼らは多くの試練や困難に直面してきたに違いない。しかし、それらを乗り越えることで得た経験が今の彼らを作り上げている。彼らの音楽にはその経験が反映されており、聴くものに深い感銘を与える。例えば、INZM の歌詞の中で語られる過去の出来事や彼らが感じた葛藤は、 誰しもが共感できるものであり、それが彼らの音楽をより身近なものにしている。彼らは自分たちの経験を音楽という形で共有することで、ファンとの強い絆を築いているのだ。さらに、彼らのパフォーマンスには、ただのエンターテイメント以上のものがある。それは、彼らが持つアーティストとしての使命感であり、観客に何かを伝えたいという強い意志である。彼らのステージは、 観客に感動を与えるだけでなく、時には考えさせられることもある。それは、彼らが常に新しい視点を提供し、観客に新たな気づきを与えるからである。彼らの音楽には、単なる娯楽を超えたメッセージが込められており、それが多くの人々に愛される理由である。また、彼らの音楽は、ただの表現手段ではなく、彼ら自身の一部であると言っても過言ではない。 彼らが音楽を通じて伝えようとしていることは、彼ら自身の感情や考えであり、それが聞く者に直接届くからこそ、彼らの音楽は人々の心に響くのだ。彼らの音楽には、言葉では表現しきれない感情や思いが詰まっており、それが彼らの音楽を特別なものにしている。さらに、彼らの音楽には、時代の流れや社会の変化が反映されていることも見逃せない。彼らは常に時代の最前線に立ち、 その時々の社会情勢や文化的背景を音楽に取り入れることで、常に新しい風を吹き込んでいる。彼らの音楽は、ただのエンターテインメントにとどまらず、社会や文化に対する鋭い洞察を含んでおり、それが彼らの音楽をより一層深いものにしている。彼らの音楽が持つ力は、ただの音楽ファンだけでなく、さまざまな分野の人々に影響を与えている。彼らの音楽は、時には社会的なメッセージを含み、 時には個人の感情に寄り添い、それぞれの聴くものに異なる影響を与えている。それが彼らの音楽の持つ魅力であり、彼らが多くの人々に愛される理由である。その中でも特に印象的なのは、彼らがファンとの絆を大切にしている点である。彼らは、ただ音楽を提供するだけでなく、ファンとの交流を通じて、お互いに影響を与え合っている。彼らの音楽は、ファンとの共同作業ともいえるものであり、 その結果として生まれる作品には、ファンの思いが反映されていることが多い。彼らの音楽がこれほどまでに支持されるのは、その背景にファンとの強い絆があるからである。また、彼らの音楽には、常に新しい挑戦があり、それが彼らの成長を促している。彼らは常に自分たちの限界を超えようとし、その結果として新しい音楽が生まれている。それは、ただの進化ではなく、 彼ら自身の成長の証でもある。彼らの音楽は時代とともに変化し続けており、それが彼らの音楽を常に新鮮なものにしている。さらに、彼らの音楽は、ただの自己表現ではなく、社会に対するメッセージでもある。彼らは音楽を通じて、社会に対して何かを伝えようとしており、それが彼らの音楽をより深いものにしている。彼らの音楽には、常に新しい視点があり、 それが多くの人々に影響を与えている。最後に、彼らの音楽がこれほどまでに多くの人々に愛される理由は、その普遍性にあると言える。彼らの音楽は、時代や国境を越えて、多くの人々に受け入れられており、それが彼らの音楽の持つ力である。彼らの音楽には、誰しもが共感できるメッセージが込められており、それが彼らの音楽を特別なものにしているのだ。